皆さんこんにちは。民道というか、その国民の体質というでしょうか、国民の性格というでしょうか、そういうことについてちょっと一言今日は話をしたいと思います。私の言葉がですね、もしかしたらちょっと誤解を招くかもしれませんけれども、今回のインドのこのコロナウイルスの困難を見ていると、本当に簡単にできることでもですね、結局みんなが行列を組まない、みんなが俺が俺がと言って、結果的にはですね、その仕事がスムーズにいかない、そういうことも今のインドではちょっと問題になっているような気がします。インドの方これ聞いたら怒るかもしれませんけれども、やはりそれは長い間の文化が影響すると思います。私はかつて神戸の震災の時に、まだテレビのコメンテーター見てやっておりましたので、現場へ行って一番びっくりしたのは、本当に皆さんがですね、いろんなところできちんとこの列を組んで、誰一人ですね、俺が先にというようなことをするような人がいなかったんです。それを見てですね、私は改めて日本国民のですね、民道というか国民のモラルというか、それに非常に感銘を受けました。インドの人たちはもちろんですね、インドの人たちもその優しさとか寛容性とか、それはあります。決してそれはないわけじゃありませんけれども、文化としてですね、何かその列を組んで、そしてその順番待ちするというような文化がですね、浸透していないことも事実です。私はインドが大好きですからあえて言いますけれども、やはり今回こういうことを見るとですね、小さいところではもう小学校のところから、あるいはそのいろんな役所なんかでもですね、そういう順番待ちの文化というのは本当に日本からですね、世界に発信してもいいものがあると思います。それとですね、もう一つは結果、例えばその俺が俺がといってみんながですね、お互いにこう肘で押し合ったらですね、前を進めないわけですね。だからそういうことを考えるとですね、日本はいつから今のような文化を身についたか、それはよく分かりませんけれども、ああいうその震災とかそういう時でもですね、例えばそのソ連に便乗して、略奪するとか、あるいはその他の民族に対して意地悪するとか、あるいは特定のところに行ってですね、何かその食料を奪うとか、そういうことが全くないというのがですね、おそらく今までの日本の先輩たちのおかげだと私は思います。そういう意味で学校の教育だけではなくて、やっぱり社会において私たちはその先輩たちから学ぶことが非常に大事ではないかと思います。私は1965年に日本に来て、その後すぐですね、東京で、当時の文部大臣の坂田美智先生にお目にかかることができました。まだ私は15歳ぐらいだったと思いますけれども、小さな新設運動というのがあって、そこの大会に私は埼玉から中学生だったんですけど、東京に来て、その大会に、文部大臣が来て講演されて、その後私は多分若かったからあんまりこの恐れということを知らなくて、大臣のところ私はこういうことですって言いに行ったら、すぐ隣の文部省に、来なさいと言って、で大臣室でお目にかかったんです。でその時に大臣から人を先に私は後にという色紙
をちょっとすいません、ちょっと見せていただけますか。これがその時にいただいた昭和45年、昭和45年7月18日にいただきました。で、私はですね、長い間あんまり意味よく分かんなかったんですよ。人を先に私後に、そんなことやったらね、負けちゃうんじゃないかと、社会に。人を先なんか言って余裕持ってやったらですね、いい人が損するようなことになるんじゃないかと思ったんです。だけどそれはみんなが守ればそうならないんですね。誰かがこれを崩すとそうなってしまうんです。ですからですね、僕は今回改めてですね、坂田道太先生のこの言葉の意味をですね、かみしめて、その重要性を今本当にですね感じているような状況です。おそらくですね、そういうことは当時の日本のあらゆる社会に、そのような思想が浸透していたと思います。ただもちろんですね、世界全体がだんだんとこの弱肉強食的な社会になってしまうとですね、そういうことができなくなってくると思います。その一つの例はね、これまた日本の批判になってしまうと思うんですけれども、例えば日本のいくつかの中国に現在経済活動して、そして大儲けしている会社、名前を言ってもですね、本当は差し支えないぐらいのことだと思うんですけど、なぜならばもう外国の新聞などでは、そういう自分さえ良ければと、儲かればというような日本人、日本の会社がいるということをですね、報道されているのを見ると、私は日本の今までのね、私が知っている文化から考えると、そういうことは多分ですね、ちょっと想像もできない。今日本の皆さんが買っている中国で作った着るものとか、あるいは海外に進出、中国から輸出しているさまざまな車なども含めて電化製品とか、そういうところにですね、ウイグル人とかチベット人とか、そういう人たちをほぼですね、無償で働かせて、そして多くの場合にはそういう人たちは強制労働収容のような形で働かせて、で今回アメリカ政府はウイグルという地域全体が一つの労働収容に似たようなものだと言ってるし、かつて私たちもチベットがそうだということを言ってきたんです。でそういう時にたくさんの人たちが世界に訴えて、それからその結果として中国からというそういう刑務所で作った品とか、そういうものを買わない非売運動をやりました。今世界中で、中国に冬季オリンピックをやらせるなという運動も盛んになってますけど、私は日本の企業、特に、今世界から疑われているような日本の企業の方々はですね、あなたたち何名かのために日本人そのもののですね、名誉を傷つけ、そして日本人のプライドを傷つけている、そのような行為はですね、自分自身の国に対してもですね、ある意味で裏切る行為ではないかと思います。特に今日本の経営者のトップの
2人ぐらいがですね、開き直ったような発言をされております。ああいうのを見るとですね、あの坂田光太先生の精神とか、あるいは普段から日本の多くの方々がですね、あの持っているその優しい気持ちとは裏腹に、あのああいう方々が儲けさえすればいいということで、中国の、まあ、今の独裁政権の延命につながるようなことをやっていることはですね、良くないと思いますので、これに関してもですね、あの日本のメディアもですね、結局は、まあ、あのコマーシャルもらったり、広告もらわなければならないから、あんまり、その名指しでそういう会社を出してないけれども、いずれ、国際的なあの人権団体とか、そういうところからですね、多分あの名指しで、こういう企業をあの批判することに、なるだろうと思いますので、そのトップの方々はあの今目先の利益ではなくて、やはりその長期的な利益、そして、その今苦しんでいる人たち、の立場を少し理解していただいて、一日も早くですね、他の国や他の人から指さされる前に、自粛していただきたいと思います。今日この話をですね、もし、聞いている方がそういう会社に勤めておられたら、あの自分の会社に対してあのこういう目で世界を見てますよというようなことをですね、言っていただきたい。おそらくですね、まあ、そのトップの方々はもしかしたらそういうことは覚悟の上で、とにかくまず儲けようというような判断かもしれませんけれども、それは決して私は賢い選択だとは思いません。結果的にはどこかでですね、自分自身の企業の汚点となって、そして世界からもですね、そのうち排除されるようなことになると思いますので、以前ヨーロッパではですね、例えばクリスマスカードをあの強制労働使用場で作って、そしてそれをあのその中の人間がクリスマスカードの中で書いたことを、あの小さい女の子がですね、世界にアピールして大きなニュースになりました。まあ、そういうことを考えるとですね、あの必ずやはり見てる人たちがいるわけですし、それはいくらですね、その会社が今成功して儲かっていってもですね、最終的に、やっぱりその市場というか、その消費するのは一般の人々、国民ですので、まあそういうことを考えてですね、行動してもらいたいと思います。で、特にあのこの度日本の経団連の、まあ、会長の交代もあったというようなことですから、今までの方聞いた話ではかなり、北京寄りというかの方だったというふうに聞いてますけれども、日本の方が、トップの方々がかつてはあの日本の成長の中においてアニマルエコノミックアニマルといって、動物に例えたような、やっぱり人間と動物の違いは倫理観があるかどうかだと思います。そういう判別だと思いますので、まあ、そういうその形容詞で表されるようなものにならないように、ぜひ、例えばそのウイグルの綿を使わないとか買わないとか、
まあ、そういうこともですね、まあ僕なんかの場合には別あのできるだけ今は中国製のものはなるべくズボンでもシャツでも買わないようにしております。それはなぜかというと、今現在中国政府が儲かれば儲かるほどですね、あの世界中の人たちを弾圧するようなそういう政権を助けることになるわけですから、間接的に自分たちがそういう政権を助成するようなことはですね、なるべくしないようにお願いしたいと思っています。今日はちょっと表現の仕方によっては、あるいは受け止める人によってはですね、少し不愉快なことも言ったかもしれませんけれども、まあ、あの私としては、誠心誠意で今の現状に照らし合わせて申し上げたことですので、特にあのインドの方々なんかもですね、そういうあの日本から経済のことを勉強するだけではなくて、その社会の秩序をみんなで維持するというようなですね、そういうことについてはぜひ勉強してもらうことが、あるいはそういういい文化をそういうその日本以外の国々に広めることも大事ではないかと思います。以上です。ありがとうございました。